やっぱり従来というのは給食管理中心の管理栄養士がやっぱ多かった。それからこの20年間激流のごとく管理栄養士の業務体系というのは変わってきました。先ほどの厨房からベッドサイド、そういったベッドサイドで管理栄養士ができることというのは今まで厨房でやってきたこととはまた違うことです。そういった意味合いで大きく仕事内容は変わってきています。 私は管理医師ですしかし患者さんにしてみればあれもこれもそれも例えば薬のことも検査のことも質問されます。まあ、それに対して概要要だけでもお答えすすることは必要になってきますで逆に言うと我々も検査を見て栄養療法をチェンジしたり栄養療法の計画を変更したりしてきます。 そういったことを考えると管理栄養士ですが薬剤や看護や検査そういった知識が必要であって一方では管理栄養士でありながら看護師の介助をしたりすることもあるでしょうしそういった意味で一人多役でこれは管理栄養士のみならずどの職種でも一緒です一職種がその職種のことだけをやればいい時代ではなくなってしまったんですね。だから我々は 私は管理養士ですが、点滴の中身も考えます。なぜならば点滴にも栄養が入っているからです。そういった意味合いで一人多役ということの時代に今入っているというふうに思います。健康寿命の延伸が最大の重要な課題になっていると思います。健康寿命の延伸には栄養は不可欠なものですね。この不可欠な栄養をどうするかということを やはりこう考えていかなければいけない。管理栄養士の一つの大きな仕事に栄養指導ということがあります。で、栄養指導というのは一人の管理栄養士がその患者さんに担当すれば、その患者さんの人生そのものをやはり知った上でいろんなアドバイスができます。我々は患者さんの人生にコミットする。 食食事というのは1日3回食べます。患者さんにコミットするという責任がないとなかなかですね長く続くことですからこれはなかなか難しいそうなるとやはり患者担当性というのは大事になってくる。その管理栄養士をもっと活用していただいて健康にサクセスライフを送るためにはどういう栄養が必要なのかどういった食事に落とし込んでいけばいいのかそれを聞いていただいて。 高齢者が元気で活力があるそんな日本になっていけばなというふうに思いますね。